次の現場は楓スタイル様、九州のこちら現場です。一般のその住宅の、プライベートの部分、目隠しフェンスとその、白い壁で外からの視線をシャットアウトして、でなおかつそのリビングとつながったテラスの空間というのを、作られています。で、まあ、リビングからフラットにずっとつながっているようなところなので、やはりその外に出るとか中に入るというのを意識せずに住空間というのがこう作られている、そこはすごく秀逸だなというふうに、審査会の中でも、評価をされております。ご紹介したら家へ説明お願いします。この作品すごいシンプルなんですけど、あ、一目見たらこれはいいなと、とっても僕は設計上もそうなんですけど、やっぱり手数を増やしていって良くしていくと、どっかで濁ってくるところがあるんですけど、これは本当に手数を少なくうまくいった、いい例かなと思います。やっぱりこの字型にこうちっちゃい庭を作ってるってのもとても成功してると思います。本当にバランスよくて、とても感じのいい好感の持てる、仕事だなと思いました。緑の感じもとても自然ですよね。手を加えすぎてないし雑でもないし、とてもいい感じだなというふうに思いました。とてもいい仕事だと思います。ありがとうございます。こちらを作られました海底スタイルの藤田さん、カイエスタイルの藤田さんにします。よろしくお願いします。福岡から参りました。で、こちらの現場は、先週様が中古住宅、築40年ぐらいの住宅を買われてですね、で、リーズナブルに買われて、でも中のリノベーションと外にお金をかけたいというご要望だったんですね。で、最初からもお先生様の方が、外の、まあ、お庭はそんなスペースないんですけれども、外も作りたいということで、当社の外に関しては当社の方にご用意いただいた現場です。で、中古住宅に関わらず、当社の方ではやっぱりテラスを作らせていただくことが非常に多いんですが、やっぱり意識しているのはやっぱ家とのつながり感であったり、家の中の見え方であったり、で結構外を使われるときにバーベキューをしたいとかいうご要望って多いと思うんですが、バーベキューそんなに毎日するわけじゃないので、まあ、バーベキューはできるようにするんですが、どちらかというと日常で使っていただけるような意識で、提案をさせていただきます。だからあんまり気をてらったものではなくて、もう外にスッと出て何もないけれども、コーヒー飲んでみようかなとか、ちょっと本読んでみようかなとか、雑誌パラパラめくるでも外で見た方がちょっと気持ちいいしとか、そういう空間を作ることをいつも、まあ、この現場に限らず、まあ、心がけていますし、まあ、当社のスタッフにもそういったことをお話ししてますので、まあ、それが一つ形として出た、で、こんな評価をいただいて本当に嬉しいなというふうに思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。別もなく豪華なとかっていう風ではないですけど、やはり なんとなくテレビをつけてただ時間を過ごしてしまうのではなくて、ちょっとその外に出て本を読むとか音楽を聴くとかっていうのができるような、自然にできるような空間なのかなっていう風に思います。本当に、おめでとうございます。